奥義拝領の八丁堀組屋敷を血で怪我したる段重々不届きにつき残罪三種系死ぬ気か。これでは苦労して蘇らせた甲斐がなくなる。生きておられたのですね高山さん。高山という男には縁もゆかりもない。旦那が奥方様の仇を討った同心の女房しのって名なんですがね、今深川の岡場所にいるらしいんですよ。岡場所に人の女房に乱暴した挙句相手の旦那に蹴り殺されてしまった。その男を恨んでいるのか。少しは食わねえと体に毒だぜ。じゃ喉乾いたか。湯冷まし作ってやるかな。いいことすると無性に腹が減るんだよな。起きまった。大丈夫か。大丈夫か。いつからアヘンを。1年前面白半分でつい手を出してしまって。誰から手に入れたんだ。殺された戦争の旦那からです。戦争はなぜアヘンを持っていたんだ。商いに使うんだって。商い。美之助って男が船で運んでたみたいで。長崎から運んでいたというのはそれだったのか。あの二人が取引してたのは骨董品じゃなくてアヘンだったんですね。先祖はいつ頃からアヘンを扱っていたんだ。いつだか酔った勢いでかれこれ5年になるって。5年前。その時こうも言ったんです。競争相手の息の根を止めてアヘンの仕入れを独り占めにしたって。誰にやられたんだ。戦争。5年前ってことは旦那が。およう、お前を追っていた奴らは何者なんだ。マンゲロウの連中です。マンゲロウ。東両国にあるあの料理茶屋のマンゲロウかい。ええ。そんな料理茶屋はなかったはずだ。古い棚を改装して屋号もマンゲロウに変えたんですよ5年前。おめえ
歓迎楼の連中にどうして追われてたんだい。あそこに行けばアヘンが手に入ると思って、死んだ二人の話を小耳に挟んだことがあるんです。アヘンの本当の仕入れ元は万華楼だって。アヘンをもらえると思ってついていたら、人気のない場所へ連れて行かれて、連中の隙を見て夢中で逃げ出したってわけか。もしあの連中に見つかったら、私はきっと殺されてしまう。これからどうすればいいのか。これは、そっと江戸を離れて人知れぬ土地へ行けば奴らも探し出せばいい。私みたいな女にこんなことまで。自分を大切にすることだ。途中まで送ってやってくれ。へ。ありがとうございます。本当にありがとうございました。旦那、お元気で。幻の源十郎、まさか、まさかあの人が当座の係にと渡した金子を三池の金と別の女子の老銀に使い果たしてしまうなど。あれ、よろしいのですか。仕方がなかろう、一文なしでは。いかに幻といえども、にっちもさっちも行くまいが。では遠慮なく。もう5年前の一件がアヘン絡みだとすれば、間違いなくワンゲロンが関わっておるのではないのか。おそらくだとすればいくらでも打つ手はあろうが。まずこの金を使うことから始めましょう。お主、その金、何に使うつもりなのだ。本日はお越しいただきましてありがとうございます。当万華楼のおかみ、キワでございます。お一つどうぞ。お客さんはただのご浪人さんじゃないとお見受けしますけど。やっぱりそうなんですね。ただの浪人でないとしたら何に見える。さあ何でしょう。どこかの大藩のお目付、隠密でよくご浪人姿におなりになられたりしますから。町方の役人も浪人姿になることはある。知り合いに南町の隠密同心がいてな、仕事柄よく浪人者に姿を変えていた。いや、もっともその男は5年前に死んだ。吉見伝四郎というんだが、知り合いか。いいえ、存じ上げません。そうか、あいにく俺はただの浪人だ。ここののれんをくぐれたのはこいつのおかげだ。これで足りるだけの酒を飲ましてもらおう。見かけたこともない浪人が。南町の隠密同心だった吉見伝四郎と知り合いだなんて言い出して。
のよしみと？なんだか気になった私。まさか5年前の一件、おかみがこっそり調べ始めたんじゃ。そんなはずはない。そのために献上金としてお偉方に大枚を届けるようにしてるんだ。だったらあの浪人は一体。俺に用があるらしいな。今宵はいささか酩酊気味だが空いてんだろう。遠慮なくかかってこい。バンゲローにとって俺は邪魔者のようだな。どけ。ささ。ご心配をおかけしましたが、怪しげな浪人者の始末はつけました。何者かわからぬまま始末をしたのかね。消してしまえさえすれば当座の心配はなくなります。死人に口なしと申すからな。初めて深川で会った時とは別人のようだ。どうして私を岡場所から。どうしてですか。ただの気まぐれだ。深い意味はない。邪魔したら。あの、支度ができましたよ。ああ、すぐ行く。
高山さん。高山という名に心当たりはない。すまんが頼みがある。私に何を？吉見伝四郎が万華楼と屋号を変えた料理茶屋に出入りしていたか急ぎ調べてもらいたい。なぜそんなことを？訳は知らぬ方がお前のためだ。しかし。頼んだぞ。蔵前片町の名主増田屋文右衛門、万華楼の主人宗兵衛とは5年前から実婚だそうですよ。5年前から。それにもう一人勘定奉行の萩原摂津守を入れて、3人のつながりはかなりのもんだった話です。萩原は以前町奉行で、陰じゃ金と女と出世に目のない俗物だってもっぱらの噂ですよ。それは5年前南町のお奉行だったって話だから旦那の上役だったんじゃ。お、噂をすれば。萩原様、ようこそお越しくださいました。お待ちいたしておりました。さあこちらへどうぞ。篠さんですよ。どうしてまた？待てよ、そういやあの時どうしてあんなことに？それがさ、5年前の一件を解く鍵を東両国の万華楼にあると睨んだらしくてね。5年前の一件。いや、なんでもねえ。なんでもねえんだ。な。篠さん、きっと旦那の手助けをしようと思って万華楼に。いや、前に言ってたんですよ。岡場所から助け出してくれた旦那に、せめて恩返しがしたいって。いや、ひょっとすると5年前の真実を自分で確かめるつもりなのかも。失礼いたします。お奉行様はあの仲居が気に入ったらしい。どうやらそのようですね。まだ入ったばかりの子ですからね、簡単にこっちの思うようには。そこを何とかするのがお前の役目だろうが。勘定奉行の萩原がアヘンの密売に一枚噛んでいるのは分かるが、この町名主の増田屋はなぜ？アヘンの密売には多額の資金が必要だったはず。町名主ならその金を用意できる。いや、しかしこの増田屋はそれほどの大店ではなかったはずだぞ。七分積み金を流用すれば資金には困らない。なんだと？町名主ならできるはずだ。バカな。七分積み金は万が一の時に備え、各町ごとに毎年積み立てるようにと30数年前当時のご老中がお決めになった制度だ。いわば公金も同じもの。たかが名主風情が流用などできるものではない。表向きはそうでも、何万両もの積み立て金を密かに流用できるのは。あ、御前。増田屋が七分積み金を流用しているのであれば、即刻増田屋を打ち果たすよう命ずる。即刻というのはあまりにも請求では。この男にはそれだけの陰口を払っているはずだ。
ですがそのああ何を考えている。この柿柄町には昔奥州白川藩の中屋敷があった。藩士たちの憩いの場であったこの屋敷を風月庵と名付けたのは当時の白川藩主、その名は松平定信様。それはだな、あのよい、いかにもわしは松平定信だ。七部積み金は老中として思案に思案を重ねて取り決めた制度だ。それがアヘンの密売に流用されるなどとは断じて許せん。即刻打ち果たせ。今増田屋一人切っても誠の解決にはなりますまい。わしの命を危険と申すのか。やらねばならぬことがございます。まばらせ、どういうつもりなんだあの男は。申し訳ございません。吉見伝四郎が今万華楼になっている店に出入りしていた形跡はありませんでした。宗兵衛という万華楼の主とのつながりは。それも全く。そういう答えが返ってくると思っていた。え、吉見伝四郎はおそらくアヘンの虜にされ多額の借金を作っていたんだ。だから堀江を領辱するように言われ断りきれなかったんだろう。それにそのことが高山源十郎を罠にはめるためだということを吉見は知らなかったはずだ。知っていれば亭主が帰ってくる頃を見計らって織江を辱めたりはしなかったろう。何をおっしゃりたいのですか。あの夜高山は泊まりだった。吉見はそれを知っていたからあの黒煙に織江を襲った。亭主が帰ってきたな。罠に手を貸した者がいるからだ。小山さん、今夜の泊まりは私が代わります。さっき奥方様をお見かけしたのですが具合が悪いようでした。顔色も優れなかったし早く帰ってあげてください。そうか、じゃあ今夜の泊まりは代わってくれ。はい。
その時見えなかったことも時が経てば見えてくるものだ。まさかあんなことになるとは。まさか。嘘を伝えたんだろ。私は金と出世か。このことをさやさんは知っているのか。このまま知らさずにおくことだ。何用だ。5年前のあの時の約束を果たしてください。約束？私を勘定方に入れてくださるという約束です。いろいろ手を尽くしているのだが、そういそれとはことが運ばなくてな。勘定方に入れていただけないときにはそれなりの。わかった。金子はすぐに用意して届ける。厄介ですね、このままにしておくのは。たかが若造だと鷹を打っていたのだが。金を受け取ったらその足で江戸を離れる。急ごう。さよ。何があったのですか。何があったか妻の私にも話してください。俺は同心として人間として失格なんだ。ダメなんだ。そんなことありません。お前は本当の俺を知らないんだ。あなた、わずか30票二人ぶち、一生同心のまま、そんな暮らしは嫌だって。お前にも同心の妻のままではいさせたくなかった。だから俺は裏切ってしまった。どなたを裏切ってしまったのですか。誰よりも尊敬していた人を。その人のような人間になりたいと子供の頃から憧れていた人を。俺が裏切ったこと、その人は分かっていた。俺は切られてもいいと思った。切られて当然だと覚悟した。だがその人は何もせず俺の前から消えた。お前には何も知らさずにおけと言い残して。その方というのはもしかして高山さんだ。生きてらしたんですか。お前を送ってくれた人だ。あの方が。このまま江戸にはいられない。二人でよそれ。それでいいのですか。さよ。江戸から逃げ出したりしたらあなたは卑怯者のまま一生を過ごすことになります。私も死ぬまで卑怯者の妻に。何があったにしろ誠をもって自訴するのです。それが高山様にできる私たちの唯一の償いです。
さよ。万華楼から篠さんの姿が消えちまいましたぜ。こいつとお前の虜になって、うわ、大事な七分積み金に手をつけてしまったよ。増田屋の旦那には宗兵衛も感謝してますよ。万華楼を大々的に改装できたのも、当分仕入れずに済むまでアヘンを買い付けられたのも、みんな旦那のおかげだって。これからもたっぷりと礼はしてもらうよ。宗兵衛にも言われてますよ。旦那の望みは何でも叶えて差し上げろって。おおきは旦那おきはおきはお前は誰だね、お前さんは。七分積み金を流用していたのはアヘンと、このメス猫のためだったわけか。中井が一人消えた。行き先はどこだ。お見事なところだ。施設の神様のお屋敷へ。お前先行きなさい。何するんだ、お前さん。何言ってんだ、今までを忘れたのかい。黙れ、こい、休んでろか。おい、何言ってんだ、何言ってんだ、何しに来たんだ。お前に騙されたんじゃん。おさじ、へっ、お前のためにこうなった。何言ってんだよ、何言ってんだよ。女を縛り上げてもてあそぶのがわしの好みでな。吉見が、吉見があんな真似をしたの、
あんたの差し金だったんだね。何？お前、吉見伝四郎と関わりは？吉見の妻だった女だよ。5年前の一件の裏には何があったのか聞かせておくれ。あの吉見って隠密同心の女房だったとはな。亭主の恨みを晴らすつもりでいたのか。教えてやるぜ。お前の亭主は隠密同心としていろいろ嗅ぎ回ってたんでな、アヘン漬けにしてやったんだよ。だって、あとはこっちの言いなりだ。高山って城町周りがアヘンに感づく前に手を打ったのよ、お前の亭主を使ってな。5年前のいきさつが分かったら、おとなしくお奉行様の言う通りにするんだな。それでは萩原様、どうぞごゆるりと。源十郎。死神？お前たちを冥府から迎えに来た。貴様、高山源十郎。あの同心は天満町の牢屋敷で死罪に。アヘン密売の邪魔になる俺を罠にはめ、多くの人を死なせたお前たちを許すわけにはいかん。なんだと！今度こそ獄門台にさらしてやる。で、いさじと行くんだ。志野さん、志野さん、早く来れ。神源十郎が地獄へ送ってやる。マンゲロウのアヘンが燃え、関わりのある人間はこの世から全て消えた。お主の雇い主は誰だ？黒桑者を配下にできるな。幕閣。貴様の命、いずれもらい受けることになる。
抹殺できるかな。旦那。俺があんたの弟子を切った。今まで黙っていたかと。詫びねばならんな。詫びる必要なんて。私の方こそ何も知らないであなたを恨み続けることで今日まで。これからは少しでもあなたのお役に立ちたいんです。それは観念した方がいいですよ。優しい顔してるけど芯は強いみたいですからね。根はしつこい女です。だから覚悟してください。幻の旦那。そうか、すべてケリがついたか。我々が一味から受け取った献上金は闇から闇、世間に知れる恐れはこれでひとまずなくなりました。だがまだ安心はできぬ。これからも念には念を入れて用心せねばな。さすがの一橋春里と田沼奥政は背筋が凍りつくような思いをしたに違いない。ああ、それだけでもあの男を蘇らせた価値があるというものであろう。あの男にはこれからも働いてもらう。しかしあまり幻に期待をかけるのもいかがかと存じます。何せあの調子ですから。それがしもいささか疑念を。この男は一匹のアリに過ぎ。アリ？戦場の包みもアリの一穴からの例えがあるが、アリはアリでもあの幻源十郎はただのアリではなさそうだ。それをとくと見定めてくれるわ。その陰で泣き暮らし苦しみながら必死で日々を送っている。多くの人々のためにこそ冥府の刺客死神源十郎となること。下手人お縄になりましたよ。食い止めればなら。引き回しをされて一度は死ぬ覚悟をしたみ。あいつは私の亭主を切ったやつなんです。お前たちを冥府から迎えに来た。あの旦那はこの世にいるはずのない幻だって言ったわね。私のことも幻だと思って。カバンの吹き回しと赤馬騒ぎどう関わりがあるのだ。